はいみなさんこんばんは100円です。どうも、<laughs> ご無沙汰してました。<laughs> えっと、まあ、久々のニュースでございますよね。うん。やっと仕事もね、落ち着いたんでゲームもやってますし、お菓子レビューも許しましたし、ニュースもやっちゃうと <laughs> いうことで、やっていきます。えっとね、まあ、動画を見てくれてる人はもう知ってると思うんですけど、今弾丸論破1やってるんですよ。で、このゲーム、 私は PSP で初めて弾丸論破というゲームに出会ってですね最初全く分かんなくやってたんですよ。でどういうゲームなんだろうと思ってプレイしててどんどんのめり込んでってまあストーリー重視のまあ裁判とかまあアクションゲームではないんですけどでそれがまあ1と2で発売されて「外伝」みたいなゲームも発売されて うわーっって楽しかったのね <laughs> 全部やったんですよそしたらプレイステーション4で次の新作が出ますよってずっと言われてたのに全然その追加情報が出てなかったんですよでもファンの人は多分見てると思うんですけど今アニメがやってるんですよね「ダンガロンパー」の確か新作がでついにえー、今日かな2016年プレイステーションプレスカンファレンスインジャパンで 弾丸ロンパ3の発売日が発表されました1月2017年ということで今9月なんでまあ10あと4ヶ月後ぐらいに待ってるよとで主人公がまた女性なんですよ赤松楓ちゃんかなで声は、えー、神田沙也加さんですね松田聖子さんの、えー、娘さんがまやるということで楽しみですでもこのゲームはね 話がものすごい重要なんで実況はダメなんですよねやっちゃねだからまあやらないと思うんですけど個人的にプレイしますけどその今日はね弾丸論破のまあ良さをちょっとねお伝えしたいんですよちなみに今やってるのはこれですねこれはあの1と2が一緒になったビタのやつをまあプレイしてるんですけどまずねこういうキャラゲーキャラゲーというかまあ なんていうのゲームで重要なのってキャラクターのデザインだと思うんですよね。ちょっと前ツイートでも「シュタインズゲートまたハマってるんですよ」って言ってましたけど自分が下着のキャラクターもやっぱキャラデザインが最高なんですよ。キャラの性格もよくこう隔離されてますしねで弾丸論破もキャラクターがめちゃくちゃこう個性豊かなんですよね。で声優さんもいいし可愛いいしかっこいいしみたいな。 そういういのからまあハマってってててキャラがめちゃくちゃゃくく出るんで10人以上出てくるんで最初ちょっとね戸惑っちゃったとこもあったんですよ自分的にだけどプレイしててどん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 面白くなってってめちゃくちゃかかるんですよ時間がねクリアまでに多分20時間余裕でかかると思うんですよでもめちゃくちゃ面白いんでちょっとやってみてくださいこれを機にだからビタのこの1と2買えばとりあえず本編の話は分かります でガイデンみたいので出てるやつは、まあ、そこまで関係ないんで本編にはとりあえずこれをやってで3を、まあ、待つとまあビータ持ってる人日本にいんのかなーいっぱいでも電車の中とかでちょっと1時間とかやってけばまあ1ヶ月でとりあえず1個クリアできるこれ2つね入ってるからお得ですよ1と2両方ともねそうっすねだから弾丸ロンパは来年の1月も絶対買いますよもう大好き、うん ゲームヘタヘタさんざん言われてきたけどやっぱアクションゲームはね結果がすぐ出ちゃうんですけど謎解きゲームはそんな苦手じゃないんでうんこれを機に皆さんもやってくださいということでご視聴ありがとうございました「ナンガノンパ2017年1月発売」ということで一緒にやりましょうピースアウト